にあなたが作るカレーは美味しいわね。オーバーナイトしたから味に深みが出てるよね。オーバーナイト？そう、オーバーナイトしたから。あ、一晩寝かせたってことね。そう、オーバーナイトしたから。本日は皆さんパーティーに来ていただきありがとうございます。ここで皆さんがお楽しみのあれを行いたいと思います。あれってなんだろう。よくあるビンゴとかかな。楽しみ。マイクロピペットのチップ詰め大会です。チップ詰め。私はフリースタイルで行くか。フリースタイル。俺は同調で手堅く行くぜ。同調で手堅く。重なっているチップをつかめたらラッキー。それではよーい、スタート。理系の方には定番なのこれ。おい、飲みすぎだぞ。そんなに飲んでません。いやいや、だいぶ酔ってるだろう。これは今アルコールが僕の肝臓でアルコール脱水素酵素によってアセトアルデヒドという物質に分解され、ちなみにこの状態がそれね。で、さらにアルデヒド脱水素酵素によって酢酸へと変化し、肝臓でできた酢酸が血液を通って全身を巡り、水と炭酸ガスに分解されて最終的に体の外に排出されている過程の途中です。要は酔ってるってことだろう。はい、今は酔ってます。はぁ、ちょっと体調悪いな。36.7 か、 36.8 かな。 36.8、 平均 36.766666 か。約 36.8 度の微熱か。ちょっと横になって休んでよ。これがこうで、こうやって。おい、ちょっと待って。こうして。あれ、何？夢中になってまた机に書いてるって。あー、やっちまった。うわー、イライラする。なんで適定って打ちたいのに適定になるのよ。先輩、レポートですか？そうなんだけど、専門用語が一発変換できなくてイライラしちゃって。細菌が細菌になるし、核酸は核酸だし、一番厄介なのが調整が調整になること。パッと見わかんないから一瞬納得して、いや違うんかいってなるわけ。確かに追い込まれているとイライラしちゃいますよね。でもだんだんとパソコンが学習して一発で出てくるようになるのも育成ゲームみたいで面白いですよ。そんな楽しみ方があったとは。